2024ミス先鹿児島、長友日奈子です。今回は鹿児島一日観光旅。旅のスタートは鹿児島中央駅から。次に訪れたのは西郷隆盛銅像。西郷隆盛は明治維新で功績を残した地元で愛される偉人です。島津家別邸仙巌園にやってきました。仙巌園には名物ジャンボ餅があります。ジャンボ餅とは2本の串が刺さった一口大のお餅のことです。6本セットになっているのでシェアして食べるのがおすすめです。味付けは甘い醤油だれでした。仙巌園は桜島を一望できる絶景スポットです。大河ドラマ、セゴドンのロケ地にもなりました。鹿児島の工芸品を扱うお店にやってきました。こちらは、薩摩切子と呼ばれるガラス細工。鮮やかで澄んだ色が特徴です。ぼかしと呼ばれる独特なグラデーションも魅力です。屋久杉の工芸品も販売されていました。屋久杉で作られたお箸や印鑑もありましたよ。陶磁器である薩摩焼の取り扱いもありました。仙巌園限定の焼酎も発見。鹿児島特産の抹茶とスイートポテト、郷土料理の奄美の鶏飯をいただきました。鹿児島にはまだまだ美味しいご飯がたくさんあります。ぜひ鹿児島におじゃったもんせん。この動画の高評価とチャンネル登録をお待ちしています。